町にやってきました。こちらは地元の方にはおなじみの鎌ヶ谷スポーツ公園。全長55メートルの滑り台に思わず童心に帰ってしまいました。楽しそう。そんな公園を見下ろすようにそびえ立つのは池田町のシンボル池田山、標高924メートル。展望台から見る夜景、県内屈指の夜景スポットとして有名ですよね。これはもう東海県民はもうみんな行ってますよね。そして他にも名産品の美濃茶が作られる茶畑が広がっていたり、桜の名所として有名な鎌ヶ谷があったりと、とっても自然豊かな町です。綺麗、いや本当に素晴らしいね。そんな池田町で今回のめっちゃギフハンタースタートです。まずは撮るのに夢中になってまうやんかを検証します。ハンター、訪れたのは道の駅池田温泉。こちらには SNS でも大人気、いちごがゴロゴロ入ったフルーツサンドが食べられるフォトマルシェをはじめ、魅力的なグルメが満載。茶の道一筋の日本茶専門店、美濃いび茶ラテなどが楽しめる随想園や、これも映えだな、焼きたてを食べることもできるバームクーヘン専門店のよしやなどもあります。かぶりつきたい。これはかぶりつきたい、わかります。最高ですね。うまそう。道の駅池田温泉に来たからこそできる贅沢ですね。もう幸せ。道の駅最高。最高ですよ。本当に最高でした。そんな最高なこちら足湯だって楽しめちゃうんですよ。いいですね。あったまる。そんな道の駅池田温泉ですが、魅力はこれだけではないんです。見てください。じゃーん、かわいらしいパン、かわいらしい看板発見しました。あれ、こちらのとってもかわいい看板、はい、実は全部チョークで書かれてるんです。チョークなんだ。そうなんですよ。すっごい細かいな。今年1月道の駅にある10店舗すべてに設置され、新たなフォトスポットとして注目されています。かわいい。かわいらしいですよね。手掛けたのは岐阜市と大垣市でチョークアート教室を開いている稲川博美さん。食べ物が美味しそうに見えるように、お子さんも楽しめる写真スポットになるようにと意識して書かれたそうです。確かに買い物欲が増しそうな。確かに。銅メダル。すごい。お、感動ありがとう堀島行真選手。おー、あ、モービルのこの、そうです。今年2月に行われた北京オリンピックで見事銅メダルを獲得した モーグル堀島行真選手、実は池田町出身なんですよ。あ、そうなんだ。池田町出身ですね。地元出身のメダリスト誕生という喜ばしいニュースに合わせ、稲川さんに書いていただいたそうです。手書きなの伝わります。すごい立体感。ユニフォームとかも見てください、ね、いろんな色を組み合わせて赤を表現していたりとか、細かいな。立体感めちゃくちゃありますね。なんかもうリアルすぎて競技中の躍動感そのまま表現されてる感じがします。見えないぐらい、すごいですね。まるで本物の堀島選手がいるかのように。いや、本当おめでたいです。ではルミさん、はい、思わず撮るのに夢中になってしまう道の駅池田温泉のチョークアートにめっちゃわかるハッシュタグつけてください。こうね、どこを切り取っても映え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 だったんで、もう池田映えでお願いします。素晴らしい、いただきました。池田映え、ありがとうございます。池田映え、これは映えですよ。本当に写真を撮る手が止まりません、ね、本当撮りたくなる。続いては東海のお部屋が良かった旅館ランキング1位を、うん、ハンター。その旅館とは道の駅池田温泉のすぐ隣、池田温泉の新館です。近いですね。いいですね。近いです。1階が公営の温泉施設、2階がフロントとお食事処、そして3階が旅館になっています。まずはつるつるすべすべ美人の湯などの投稿もあった1階の温泉へ。
ぬるぬるしてる。あすごい、すべすべ触った瞬間にわかる。美人の湯、池田温泉は重曹以外の成分をほとんど含まない全国的にも大変珍しい温泉で、食塩など他の成分を含む温泉に比べて圧倒的にツルツル感が強くなるそうなんですよ。そうなの、入りたい、美人になりたい。なります、なります。そして2階は全てが畳敷き、滞在中ずっと裸足でいられるのもいいですよね。リラックスできますね。心身ともにリラックス、そうです。ではいよいよ東海エリア1位を獲得した3階のお部屋とご対面です。お楽しみ、本当に期待してます。1位だからな。失礼します。おお、大きいテレビが入ってすぐ。おあ、お素敵なベッド、広い。え、なに？お風呂、お風呂が部屋に、お部屋の中に。いや素敵、いい匂い、ヒノキのいい香りします。あ、ヒノキ風呂いいな。すっごく素敵なお部屋、最高じゃん。たまらなかった、もう入った瞬間に心掴まれました。これはもう東海エリア1位というのは大手ホテル予約サイトじゃらんの口コミ宿ランキングのことで、年間を通して1位を獲得したそうなんですよ。すごいですね、快挙ですね。そうなんです。そして窓からはこんな景色も、綺麗、青空。他にも一人でも楽しめるお部屋やファミリー向けの広々としたこちらの301号室など全部で5部屋ありまして、その全てのお部屋に温泉がついてるんです。全ての宿、贅沢。東海の泊まってよかった旅館ランキング1位に輝きましたが、どのような努力とかされました？毎日毎日ですね、やっぱ来ていただいているお客様にしっかりと接客させていただいて、美味しいご飯を食べていただいて、ここの池田、温泉のですね、魅力をしっかりお伝えさせていただいた結果が、いい表彰をもらえたかなと思ってます。2022年、これからの目標や夢などありますか？東海の一番というお宿を称号いただいたので、日本一を目指して日本中のお客さんをやっぱおもてなしをさせていただいて、そういったところのランキングに上げていただければと思いますので、頑張っていきたいと思います。東海一、さらに上打って日本一を目指してということですね。はい、その先は世界行きたいですね。世界、一言葉いただきました。もう本当にもうこのお部屋だったらいける気がします。はい、ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。ではルミさん、はい、東海を代表する池田温泉旅館立川さんにめっちゃわかるハッシュタグつけてください。いや温泉のね、やっぱ泉質がすごい良さそうで、本当に良かった。美人になりたい私もということで、ハッシュタグ東海一のつるすべ宿でお願いします。最高。さあ、お知らせの後は池田山のふもとで季節を味わうお弁当を堪能します。さあ、池田町の魅力を再発見するめっちゃギフハンター、最後のハッシュタグは春夏秋冬制覇したいです。ハンター、おー気になる。先ほどの池田温泉から茶畑の間を車で走ることおよそ10分。桜が綺麗だ。なんだかおしゃれな建物見つけましたよ。見てください。おー、じゃあ、おしゃれ、ポツンと一軒家。確かにおしゃれですね。こんにちは。こんにちは。おしゃれですごく素敵な雰囲気ですけど、こちらはどんなお店なんですか？温かい。はい、ありがとうございます。こちらはネッシアン山のアトリエといいまして、池田山のふもとにあのお店を構えております。レストランの営業ですとか、まあ、料理教室、あとメニュー開発などをしているんですけれども、はい、今あのコロナの影響でお休みをいただいている代わりに、お弁当の販売ですとかお惣菜などを販売しております。自然が豊かな場所になりますので、畑で育てたお野菜やの地元の農家さんからいただいた、無農薬の野菜などを中心に、私たち姉妹で心を込めてお料理をしております。いいですね。なんだかお二人雰囲気が似てると思ったら兄弟なんです。姉妹だね。姉妹今のこの数字のね、中の良さが伝わりました。姉妹です。姉妹のお店をやられてるんですね。はい、そうです。
そうなんです、実はお二人姉妹だったんですよ、ね、すごい素敵な仲良し。あのインスタグラムで、はい、春夏秋冬制覇したいという投稿を見つけたんですけど、はい、これって何のことですか？はい、あのネシアンでは日頃から四季折々の旬の一番その時美味しい素材を使ってお料理を作ることを心がけているので、あの春ですと本当にお花見とか、あとお祝いシーズン、これからの季節すごく時代の新緑が綺麗ですので、そういった皆さんの集まりにあの召し上がって いただけるようなお祝いのお弁当をご用意しているんです。春のお祝い弁当、私いただいちゃいました。うらやましい。どんなのだろう。パカッとした。ご対面します。早く見てほしい。よっ、おー、すごいですか。ビューティフル。彩り鮮やか。めちゃくちゃ綺麗ですね。すっごく輝いて見えます。いや、これ宝石箱みたい。しままろ出ちゃいました、思わずテンション上がって。しままろも出ましたし、こんなにカラフルなお弁当見たことない。いや、本当見たことない。私は生春巻きいただいちゃいます。お弁当、本当時間かかるよ、これ作るの。震えてる。心から震えました。もう見た目だけじゃなくて味も本当にしっかり美味しいです、ね、見た目もすごい綺麗。お野菜のこのシャキシャキした感じと牛肉の旨味がもうぴったり。あとちょっとシソ入ってますか？入ってます。最後にシソの風味もふわっときて、一口で何度でも美味しいです。左側はちらし寿司なんですが、ちらし寿司も丁寧なお仕事っぷりですっごく美味しくて、ね、心も満足するお弁当でした、うん、本当にお祝い事にぴったりですよね、はい、ちなみにお二人はお店を始めて何年経ちますか？8年、はい、8年。始めたきっかけは何ですか？もともとね、若い時から2人でいつかお店ができたらいいねっていう話はしてたんですけど、就職は姉が旅行会社で、私がホテル業と別々の道に進んだんですが、その中でもやっぱり料理が好きで、あのホテルで料理の勉強とかレストランに配属したりとか、姉はいろんな国でやっぱり旅行しながらその国の文化とかお料理をあのいろんなね、あのことを吸収して、でそうやってまた少し2人がそれぞれ成長して会った時に、やっぱりお店やりたいねっていう思いがあって、うん、あのこちらに家を建てるタイミングでお店をオープンしました。なるほど、思いがね、お二人の経験も詰まったお弁当なんですね。そうですね、はい、喧嘩したりとかしません？します結構あります。だいたい私が怒って姉が丸く収めてくれている。そこも姉妹ならではのあうんの呼吸でやってるわけなんですね。姉妹でいいバランスなんですね。もうでも本当に仲のいい姉妹なんだなっていうのが伝わってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、池田山の麓で姉妹で営むネシアンさんにめっちゃわかるハッシュタグ、海さんお願いします。もう旬の食材が色とりどりで本当お腹が空きました。ハッシュタグ春夏秋冬姉妹飯でお願いします。漢字7文字いただきました。ありがとうございます。いや、もう本当ね、こうやってね、ロケ合いも変えたりすっごく仲が良くて素敵な雰囲気ですね。心がほっかり、うん、ほっこりする